久保さん、今日はね、天気が悪いっすね。昨日はね、天気良かったんで、天気良かったっていうか、まあ、晴れてたんで、車乗れたんですけどね、今日はどうだろうな。ちょっとね、ドライブ、行きたいですけどね。うん、まあ、何かっていうと、あのー、まあ、毎日晴れでもないし、 毎日雨でもないし、毎日雪でもないんですよ。うん。だから、辛い、ずっと辛いっていうことはないんですよ。まあ、ずっと、難しいっていうことですね。ずっと難しいっていうことはないと思います。うん。ずっと辛いはあるかな。まあ、まあ、戦争の国で生まれたらね、ずっと戦争があったら、しんどいかもしれないですね。 うん、でもその何かを得得していくっていう上でずっと得得できないっていことはそのまあエフクスにしかりネットビジネスにしかり多分天才じゃないとできないっていうのはあんまないんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあなんか相対性理論をね開発しろって言ってるわけじゃないので。 ね久保さん FX って相対性理論ですかなんかそのノーベル賞的な,なんか誰も開発誰も誰も知らない手法を編み出すとかそういう次元じゃないと思って <laughs> ある一手やればねマスター僕はできると思うんですよねうんだけどその一時期ね難しいっていうところをみんななんか乗り越えられないんですよね うん、これ何で乗り越えられないんだろうな久保さん何で乗り越えられないんですかねだってずっと難しいは続かないわけじゃないですかいずれ習得できるわけじゃないですかだけどその一時期の難しいをみんなあの超えられないやれないうん続けられない分かんないできないでも分かんないできないは一時的なものであって <laughs> ずっと続くものではないのでうんまあ僕はあのいろんなお客さんサポートしてますけどもう10年以上のね、まあ、久保さんと出会って10年ですけども10年前に出会ってもいまだに何も変わってない人もいるんですよでいまだになんかそのあの稼ぐスキルがないっていういや10年なんか一つやってたらいや稼げるようになるでしょうっていう。<laughs> でもそれでもまだ気づ,いて気,づ気づいてるんだけどやらないというかうーんだからなんだろうななんかあれなんでしょうねもう気づいてるんだけどももうそのこれから10年やろうとはしないんでしょうねいやいやこれから10年やろうよと <laughs> <laughs> 思いますけどね 10年もかかんないですけどね。だって、マージャンテのおっさんが3年で,で大丈夫だったんで <laughs>、うん。いや、僕もね、多分ね、あのー、まあ、早く独立してたら、まあ、わかんないですね。これは、これはどうなんだろうな。まあ、わかんないです。これは、僕の場合は。うん。早く独立してたら、 もっと自由になれてたのかそれとも、うん、痛い目に遭ってたのかおそらくもっと痛い目に遭ってたんじゃないかなと思います今の僕があるのは僕は感じるんですけどやっぱそのいろんな葛藤を相当してきたから今があるしと思えるんですよね、うんあの ね久保さんとよく話しますけど僕の場合も一緒でやっぱ借金2000万できたのもね社長になって従業員に給,従業員に給料をこう毎月払うっていう,うこの責任を経験できたからっていうのもあるんでこの経験が今に生きてるしあの失敗まあ、し僕の中では、まあ、失敗ですよね、うん、もう従業員は絶対雇わないですし。 まあ考え方は変わらないですね、これは多分ね、うん。考え方が変わることもあるんですけど、これは変わらないですね。どれだけ従業員がコスパが悪いかというか、なんか、不リクというか、無常ですよね。<laughs> 従業員を雇うっていうのは、ね、僕無常なんですよね。そう、うん。無の情けみたいですね。 自分を雇うっていうのが一番僕はしっくりき,き,き,きたんで。うん。うだ難しいのはずっと続かないよっていう話ですよ。うん。だからやればいいんじゃないかなと。やれば簡単になるよと。うん。ただそれだけですよね。うん。で、今日やりましたっていうで。で、で、今日やったんですか今日何やったんですかっていうのがもう全ての答えかなと思いますね。 でで今日何やったんですかと僕は今日も動画を撮ってます。それは答えですね。いってらっしゃい。